ばっかり通ってしまってお金が足りない。彼女だけじゃなくって大人の関係の女性が欲しい。もっとたくさんの女性と楽しいことをしたい。男性なら一度は考えたことあるんじゃないでしょうか。こんにちは、恋愛アドバイザーの津崎まみです。このチャンネルでは女性からモテる方法や恋愛のコツについて、恋愛の心理学や実体験をもとに初心者の方にでも分かりやすく解説をしています。興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。大人の関係の女性がいるって正直男性にとってはすっごい夢の話だと思うんですね。私はね、お互いに納得できているっていうのであればお互いにメリットのある最高の関係じゃないかというふうに思います。そういう女性が欲しいって思いつつ諦めてる男性多いと思うんですけど、そんな方に朗報です。実はある調査で女性に大人の関係の男性が欲しいかというふうに質問をしたところ、 56% 以上がイエスと回答しました。つまり女性も半数以上は欲しいと思ってるってことなんですね。ということで今回は大人の関係になりやすい女性の特徴と、どうやって大人の関係にしてったらいいのかっていう具体的なステップをご紹介していきます。ぜひ最後まで動画を見ていただいて素敵な女性をゲットしていただけたらと思います。ということで今日の目次はこんな感じです。まず大人の関係にしやすい女性の特徴ですね。でそれから大人の関係の具体的な7ステップご紹介していきます。ということで大人の関係にしやすい女性の特徴、1つ目、お酒が好きで寂しがり屋。お酒の場が大好きっていう女性って実は寂しがり屋っていうのがすごく多いです。こういう女性って飲み会は基本的に断りません。大人の関係になる一番多いパターンっていうのは、お酒飲みながら寂しい話とかですね、頑張っている話っていうのをしているうちに自然とですね距離が近づいていって、いつの間にか大人の関係になっているっていうパターンです。2つ目、長い付き合いの恋人や夫がいる。パートナーがいる人って体だけの関係っていうのを築きやすいので、まあリスクはあるんですけど、条件としてはとてもいい相手です。やっぱり依存されにくいっていう特徴ありますし、それから相手もバレたくないっていうふうに思ってるので、口が固くって関係が周りに広まってしまうリスクっていうのをできるだけ減らすことができます。こういうタイプはパートナーへの不満っていうのを聞くっていうところからどんどん口説いていきましょう。3つ目、暇を持て余してる女性って刺激を求めてます。こういうタイプって連絡が即レスで返ってくるので暇な人なんだなってすぐ分かります。こういうタイプはガードが緩くって、誘いにもね結構簡単に乗ってくれるタイプが多いですね。でこのタイプはですね、刺激的なものを提供できるよっていう感じを出す。だから一緒にいたら成長できるんだなとか、新しい世界知ってそうだなとか、自分の知らなかったことを教えてくれそうだなっていう感じを出すっていうのがポイントになってきます。4つ目、人の役に立つことが幸せタイプ。困ってる人いたらね、もう無償で手を出さずにはいられないっていうタイプの人っていますよね。こういうタイプも正直落としやすいです。なんでかっていうと、求められてるっていう状況に弱いんですね。でこのタイプって情が深くってとても優しいですよね。だからね、大人の関係になってもとても献身的に関係を続けようというふうにしてくれるので、かなり癒されると思います。ただしですね、割り切った関係にはやっぱちょっとなりにくいんですよね。だから執着されてしまうっていう危険性はあります。このタイプの人には最初から明確に割り切った関係を求めているんだよっていうのをはっきりと伝えた上で口説いていくっていう風にしないと、下手にね好きだとかですね、女性としてとても魅力的だっていうのを伝えすぎちゃうと、相手も自分のこと好きなんだっていう風に思ってそこでこじれていきます。5つ目、考え方が男性的。考え方が男性的な女性って束縛されるっていうのを嫌がるので、大人の関係を求めてる方が多いです。そして自分に対して肯定的なので、自分の欲求にも素直なんですね。このタイプはチヤホヤされたいとか、楽しいことしたいっていう風に思ってるので、重ためのアプローチ、誠実さを伝えるというよりは軽いノリで誘った方がうまくいきやすいです。6つ目、メンヘラ。自分に対して否定的な発言が多い人っていうのは自己肯定感が低いタイプですね。こういう人は SNS での闇発信っていうのがとにかく多いです。欲求不満を夜の営みで発散するというタイプなので、なので簡単に誘いに乗ってくれます。ただしですね、メンヘラなので簡単に手に入る分、その後大変なことになる可能性っていうのも十分あるので、そこはご注意ください。では次、大人の関係の具体的な7ステップご紹介していきますね。まず1つ目、悩みを相談し合うことです。これはね、その日に会った相手でもリアルに関係がある相手でも一緒なんですけど、2人で飲んで共に相談し合えるっていう関係を築かないと話は始まりません。でね、悩みを相談し合うって言っても頻繁に連絡取らなきゃいけないっていうわけじゃないんですね。なんでかっていうと、頻繁に連絡取ってると相手があなたに執着していくからです。なので都合のいい関係を望む場合はあまり頻繁に連絡は取らない方がいいでしょう。それからもう一つポイントがあって、相手からね、この人って楽しいし面白いし話し合うし色気もあると、だけど付き合うにはちょっとなっていう風に思わせないとダメです。
じゃないと相手があなたにのめり込んでいきます。だからですね、女にだらしないとか、彼女がいるとか、借金があるとか、そういうですね、付き合うと苦労しそうだな感っていうのはしっかりと見せなきゃダメです。そして2つ目、言い訳を作ってあげることです。女性っていうのは本心ではですね、大人の関係の男性が欲しいなっていうふうに思ってたとしても、ビッチだって思われたくないから言わないです。なのでそういう関係になった時の建前とか言い訳っていうのは絶対に用意する必要があります。例えばですね、パートナーに不満があって悩んでたとか、お酒飲みすぎて終電逃したとか、寂しかったとか、まあそういう感じです。一個前のステップのところで相談し合うっていう話をしたんですけど、こういう特殊な状況だから、まあ俺たちが大人の関係になったとしても、それはそれで仕方がないよねというようなことを言い合っておくっていうことが大事です。こっちも言うし、向こうにも言わせるようにしましょう。そして3つ目、ボディータッチです。大人の関係になるためには、まず一回ホテルに行かないとダメです。そこから付き合うか大人の関係になるかが分かれます。そのために、あなたが相手に触れる、もしくは相手があなたに触れるっていうことに抵抗なくしていく必要があります。まずは短時間の接触から始めます。ハイタッチをするとか、あとはですね、手相を見るとか、見れるんやったらね、手相を見るとか、あとはネイルを見るとかですね。そうやって短い接触から始めていって、だんだん時間を伸ばしていくというふうにしましょう。ボディタッチに関しては私過去にね、動画いくつか出してるので、そっちも参考にしていただけたらと思います。そして4つ目、普通の恋愛話から徐々に色っぽい話に持っていく。まずは普通の恋愛の話をします。でそこからですね、だんだん色っぽい話、例えばですね、性癖教えてとか、どんなんが好きなんとか、まあそういう感じです。そして色っぽい話をしていく中で、相手の好みとか不満とかですね、そういうのをしっかりと把握しますと。そしてその上で、俺としよっかとかですね、慰め合おうかという風に誘います。これね、大人の関係の場合は遠回しな表現よりもサクッとですね、ストレートに言った方がいいです。そして5つ目、行為中は女の子を全力で楽しませることです。大人の関係の場合、いかに自分を解放させてあげるかが肝になってきます。解放させてあげるっていうのは、普段だったらしないことをするっていうのもいいと思うし、あとは自分のことを認められたいと思ってるタイプの女性だったら、女性としての魅力を伝えてあげるっていうのもいいと思うし、とにかく2個目のステップで聞き取ったことっていうのを中心に、相手に対して何をするかっていうのを組み立てていきます。大人の関係というのは、その先お付き合いが続くっていうものじゃないんですよね。基本的には1回満足せえへんかったら次はないもの。なので初回は特にですね、自分が楽しむということよりも相手を楽しませるっていうことを中心にやってください。6つ目、アフターフォロー。大人の関係というのは基本的には何回も会う関係なので、アフターフォローは必要です。ワンナイトの相手の場合は特に必要ありません。アフターフォローって言っても、別にそんな特別なことをする必要はなくって、恋人のように扱う、話を聞くとか、ちょっと楽しくね、会話をするとかっていうのがいいんですけど、でもこの時に好きとか愛してるとか、そういうですね、ときめかせるような言葉っていうのは言わないようにしましょう。7個目、すぐに2回目会いましょう。相手の熱が冷めないうちに2回目のデートの約束をしましょう。なんでかっていうと、相手が冷静になると誘いに乗ってこなくなるからです。一緒にいるうち、ホテルにいるうちとかに次の約束をすると途切れにくくなるので、できるだけいるうちに約束を取り付けるっていうのがポイントです。ということで、まとめです。まず、大人の関係にしやすい女性の特徴をご紹介しました。1つ目がお酒が大好きで寂しがり屋、2つ目、長い付き合いの恋人や夫がいる、3つ目、暇、4つ目、人の役に立つことが幸せ、5つ目、考え方が男性的、6つ目、メンヘラですね。で次に、大人の関係にする具体的な7ステップご紹介しました。まず1つ目が悩みを相談し合うことですね。そして2つ目、言い訳を作ってあげること。で3つ目がボディータッチで、4つ目が普段の恋愛話から徐々に色っぽい話に持っていく。で5つ目が高一は女性を楽しませることで、6つ目がアフターフォローで、7つ目がすぐに2回目会うでした。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回はですね、大人の関係についてお話をさせてもらったんですけど、私ね、最近ちょっと思うのが、私にいただくご相談でね、配信をしている人っていらっしゃるじゃないですか。その配信をしている人とリスナーさんとのですね、大人の関係の相談がね、最近特にすごく多いなというふうに思います。配信をしている人からの相談もあるし、リスナーさんからの相談もあります。どっちが多いかって言われると、大体でも半々ぐらいかな。どっちからの相談もいただきますね。今もほとんどの方がね、配信とか何かしらの発信をしているって言っても、おかしくない時代なので、時代的に見ても増えてくるっていうのは当然かなというふうに思うんですけど、それにしても、そういうその夜の関係に関する相談がね、とにかく多いなっていうふうに思います。で、なんでそうなのかっていうのをですね、ちょっと考えてみたんですけど、いくつか理由はあると思うんですけど、一つにはですね、
そもそも何かしらの発信をする、配信をするっていう人で、これはそのどういう発信かっていうのは YouTube っていうね、こういう形の人もいると思うし、あとは生配信系のねやって発信をするっていう方もいると思うんですけど、特にですね、顔出しをして発信している人っていうのは、あの人から認められたいっていう欲がねすごく強い人が多いなっていうふうに思うんですね。これはまあ自分も含めてなんですけど、やっぱりチヤホヤされると嬉しいんですよ。まあこれは誰でもそうですけど、相手がね自分のことを体目的だって、まあ、分かってる、それで近づいてきたって分かってんだけど、だけどですね、関係を持ってしまうっていうか、というですね、選択をされる方も多いのかなというふうに思いますね。で、あともう一つが、あの性欲強いタイプっていうのがシンプルに多いですよね。なんかそういう関係もあるのかなというふうに思ったりなどしています。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価とですね、コメントよろしくお願いします。お待ちしてます。いつもありがとうございます。それから、Twitter と TikTok と Instagram やってるので、そっちもよろしくね。じゃあねー。